さんお疲れ様です。今日も腹筋頑張っていきましょう。レッツワーカーズ。今回は250万再生の腹筋トレーニングの強化版です。理想の腹筋を作るために一緒に最後まで頑張りましょう。1種目目は反動や勢いを使わずに腹筋の力でつま先を触るように体を起こしていきましょう。体を起こすときにふーっと息を吐き切ることがポイントです。きつい人は初級バージョンでも全然大丈夫。自分のペースに合わせて頑張ろう。休憩です。次は両手でバランスを取り足を真上に上げていきます。これは下っ腹に効く種目、頑張ろう。2種目目は足を真上に上げていくことがポイントです。バランスが崩れやすいので手と腹筋でしっかりとコントロールしていきましょう。きついと思った時こそ効いてる証拠です。理想とする腹筋のために今頑張っていきましょう。休憩です。次は足を上げてから太もも裏を両手でタッチしていきます。もう残り半分、一緒に頑張ろう。3種目目、タッチするときにふーっと息を吐き切るとさらに効いてきます。なるべく足をまっすぐ伸ばし床につけないように頑張りましょう。残り半分です。あと少しで終わるので一緒に乗り切っていきましょう。休憩です。次は肘を床につけて足をバタバタと動かしていきます。ラスト残り2種目、頑張ろう。4種目目もなるべく足をまっすぐ伸ばして床につけないように頑張っていきましょう。フォームが完璧じゃなくても大丈夫です。今頑張ってる自分を褒めて残り少し楽しんでいこう。休憩です。次は足を持ち上げたまま交互にかかとをタッチしていきます。ラスト2種目、頑張ろう。5種目目は脇腹に効く種目です。これも体を起こすときにふーっと息を吐き切っていきましょう。筋トレは誰でも変われる最高の自己投資。次でラストなんで楽しんで残りも頑張ろう。最後の休憩です。ラストは体を L の字にしてキープです。ラストのキープ種目きついけど一緒に頑張ろう。この種目はなるべく背中を丸めた状態にしてキープしていきましょう。これで最後なんでラストはもう気合だ。ラスト頑張ろう。残り10秒です。3、2、1、お疲れ様でした。ヘイ、お疲れ様でした。継続すれば体は必ず変わりますので一緒に頑張っていきましょう。頑張りましょう。今回の動画がきついなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。お疲れ。筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけでその人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。ほんとだ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。